もちもちさん57歳女性です。今年6月に首の頸椎後十靭帯骨化症と診断されました。症状が悪化してきて7月半ばに仕事もできなくなって辞めました。もともとうつ病があります。このまま症状が悪化していくかと思うと毎日悩んだり落ち込んでいます。歩きにくいし腕も力が入りにくいです。まあ、できないことに皆さんフォーカスしてしまうんですね。どうしてもね、今できることは何ですかっていうことを病気の方とかにもすごく考えてほしいですね。今あなたができることは何ですか、あるいは今あなたができていることは何ですかっていうね、ことを言葉として差し上げたいですね。皆さんだから健康を失って初めて健康の重要性に気づくんですね。ほとんど全ての人はね。だから今まで普通に仕事できてたということがものすごく幸せな状態だったわけですよね。っておそらく今感じてると思うんです。普通に仕事をする、普通に会社に行く、普通に歩くことができる、普通に話すことができる、普通に体を動かすことができる、普通に朝9時から5時まで疲れないで働くことができるという、この当たり前の状態というものがものすごく実は幸せな状態だったということに今気づくわけなんだけども、今病気が診断されておそらく今後もねそういった症状が強くなっていくかもしれないけど、今例えば歩きにくいし腕も力が入りにくいけど、まあ、歩くこともできるしね、普通に日常的な生活もある程度はできると思うんですよね。なのであなたの日常生活の中で辛いところと悪いところを探していくと、それはもう大変なことしか出てこないけど、今できていることとか今やれることとかポジティブなことですね、それを一つでも二つでも探していくってことが重要なんだと思いますけどもね。例えば歩きにくいけど少しでも歩くことができたり外に出れる状態だったら朝散歩とかをねぜひやってほしいなというふうに思いますし、朝散歩して日向ぼっこしてると多少なりでも気持ちが良かったり、あ今日はいい天気だなっていうふうに思えたとしたら病気のことから意識が離れるんですよ。だから病気の患者さんっていうのは朝から晩までずっと病気のことを考えてます。そうすると気分は落ち込むし鬱にもなるし何もやる気もなくなるし死にたくなっても当たり前ですよ。あ自分病気になった、もうダメだ仕事もできない、あってことを朝起きてから寝るまでずっと考えてるわけだから、それは鬱にもなるし死にたくもなりますよね。だから一日の中でもうちょっとこう散歩したりするのが一番分かりやすいんですけど、その瞬間だけでも5分でも10分でも15分でもいいからホッとできる時間とか自分の病気のことを忘れる時間というものを作っていくってことはとても重要なことだと思います。そうでないとずっと家にいると、家にいて椅子に座っていると、ああ病気、ああ辛いわ、苦しい、首が痛い、ああもうそれしか考えつかないので、そうすると間違いなく鬱になるし、間違いなく鬱治んないし、鬱になるともっと悲観的になるし、鬱になると痛みっていうのは強まりますので、セロトニンが下がるとね痛みに感受性が強くなってしまうので、同じ状態でもひどい状態として感じられてしまうのでより苦しまなきゃいけないんですね。なので一日中自分の病気のことを考えているのではなく、一日の中でも5分でも10分でも15分でも何分でもいいので病気のことを手放せるような時間を作るっていうねことをされるといいのかなというふうに思いますね。ある種病気になってしまったらもうそれはしょうがないって言ったら怒られるんでしょうけども、その治療はそれとしてその専門の先生にねやっていただくとして、それ以上自分ができることっていうのは限られてくる。でもできることってあると思うんですね。さっき言いましたように朝散歩するとかが一番いいんですが、朝散歩するとセロトニンが上がって、セロトニンが上がると痛みに対する感受性っていうのが下がってくるので痛みが軽くなったっていう人がたくさんいるんですね。逆に言うと具合が悪いから家から一歩も出ないってことになると余計セロトニンが下がって鬱になって、余計痛みがひどくなって、余計もう立ち直れないっていう状態になってくるので、睡眠運動朝散歩などやれることを一つずつねやっぱりやっていくということがとても大切なんじゃないかなというふうに思いますね。ということで絶望せずにですね、今までとは多少体も動きづらいし十分にこう活動できないかもしれないけど、できることっていうのがあるのでね、できることとあとそういう体を動かせることの喜びっていうのはまずあるはずなので、全てが絶望ではないはずです。ポジティブなことにちょっとね注目してほしいなと思います。マサシュンの新刊、精神科医が教える幸せの授業、11月29日発売。たった30枚のイラストで幸せになる方法が分かりやすく説明されています。イントロダクションは漫画で書かれているので誰でもとっつきやすい一冊です。最初の29ページから読める無料版 PDF 今すぐダウンロードして内容を確認してみてください。